はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはドラゴンボール Z カカロット、新たなる覚醒セットですね。はい、あ、ちょっとね、あ、プラス新たなる覚醒セットか。これなんでこうプラスなのかっていうと、まあ実のところね、あのドラゴンボール Z カカロットっていうのはもうすでにプレイステーション4と Xbox One で発売済みなんですよ。で、まあパッケージっていう意味ではプレイステーション4版が出てるんですね。2020年の1月かな。で、まあいつものね、結構ドラゴンボールとかワンピースと結構最近のタイトルね、プレステ4で出てから、その後こう DLC が入ったやつをこうスイッチで出してくるってパターンが結構多いんですけど、今回もそのパターンなんで、まあ早速もうサイトの方をチェックしてしまいましょう。ということでこちらね。はい。ドラゴンボール Z カカロット。PS4、Xbox One は Now on Sale ってあって、まあ スイッチは2021年9月22日 on Sale って書いてあるんですけど、まあこれは、あの発売日になったらね、全部 Now on Sale に変わってるかもしれないけど、とりあえず今こういう状態なんで、まあこれで同じゲームっていうのがわかりますよね。だから同じ説明はなんですけど、まあ、とりあえず、このね、チャンネルの中で、あの、プレステ4の時には、この企画やってなかったんで、とりあえず見ていきましょう。ということでね、こう、バーっと見ていくと、カカロット。すべてのドラゴンボールファンに送る物語。自らが孫悟空となり、圧倒的なボリュームと新しいビジュアルで描かれる、ドラゴンボール Z を一から辿るアクション RPG。アクション RPG だそうです。超人的なバトル、武空術による空中散策、大量の料理が並ぶ食事、多くのキャラクターたちとのつながりなど、あらゆる面から悟空を体験できる、本作だからこそ実現できた、超悟空体験。まあ、なんかこういうね、あの、アピールの仕方っていうのはドラゴンボールで結構あった気がするんですけどね。はい。で、ストーリー。悟空が辿った物語を追体験。名場面や細かいシーンだけでなく、中には本作で初めて語られるシーンも、いやいや、初めて語られるっていうのは原作にないシーンってことなのかな？まあまあ、ようわかんないけど、まあ、とりあえずストーリーの方ちょっと見てみると、こんな感じでね。まあ、いろいろあるんですよね。サイヤ人襲来、限界パワーの、スーパー戦士っていうのかな、これ。読めないけど天下一武道会でのピッコロとの、激闘から5年、孫悟空は父と結婚し2人の間に生まれた息子のご飯と穏やかで平和な日々を送っていた。そんなある日、悟空の兄と名乗るサイヤ人ラディッツが宇宙船に乗って地球へやってくる。ラディッツは悟空に対して同じサイヤ人の仲間として他の星に攻め込むことを、提案するが、悟空はそれを拒否。ラディッツは圧倒的な力を見せつけた後、ご飯を人質に取り去っていってしまう。そこへ現れたピッコロが共通の敵を倒すために、共闘を申し出る。かつてない強力なコンビの誕生であるということでね。まあこれは、まあ原作って言ってもやっぱりこの辺からなのかなっていうところですよね。まあ天下一武道会やるのもどうかっていうのもあるしね。まあいいや、はい。で、まあいろいろあって、あの、悪の帝王、フリーザー。戦慄の人造人間。で、復活の魔人ブー。まあこんな感じのね、ストーリーが入ってるそうです。で、Z 戦士。ドラゴンボール Z でおなじみの Z 戦士たち。共に成長し、次々と現れる凶悪な、強敵たちに立ち向かおうということでね、Z 戦士、こんな人たちですね。はい、プレイヤブルキャラクター。ストーリーの進行に応じて操作キャラが交代ということでね、まあ、この5人なのかなと思ってみると、こうサポートキャラがいるわけですね。パーティーに編成して共に戦うことが可能。プレイヤブルキャラとは違った特殊な技を使うこともということでね、こんな感じのキャラクターも出てきます。だから、これと、これですね。はい。これと、これです。ということでね、まあいいや。はい。で、バトル。
広大な戦場とアクション RPG ならではのハイスピード超人バトル、アニメさながらの死闘を体験せよということで、ね、こちらはどんな感じかというと、バトル入る。並みいる強敵たちと激戦を繰り広げるはリアルタイムアクション。アクション RPG って頭にあったり、アクション RPG だったりするけど、まあ、基本ここら辺はベタにアクションゲームだなと思っていいかなと思います。ワクワクする戦いの数々が蘇る豪快バトルということでね。基本アクション。多彩なアクションで勝利をつかめ、手に汗握るハイスピードバトルということで、まあ、こんなね、格闘攻撃、機動攻撃、必殺技とかね、こうあって、ドーン。違う、ドーンじゃないか。機動攻撃で必殺技を発動すると、気を消費する。隙を見て気力ダメで回復しようって言って、まあ完全にもうこの辺、アクションだよね。って感じで、はい、テクニック、基本テクニックだけで満足するな、勝つためのテクニックはまだまだある。スターン、ヒートアップ、サポートスキル、 Z コンビネーションで、さらに回避カウンターということで、まあこうやって見てると普通にアクションゲームのようにしか見えないわけですね。はい。で、フィールド、ドラゴンボール Z の世界を構成するエリアの数々、これかな、ドラゴンボール Z カカロットのゲーム内ワールドマップをまとめて紹介。次々とエリアが開放されていて、自由に行き来できるようになる。世界各地のキャラと本作だけの会話やサブストーリーを楽しもう。まあ、こういうマップっていうのは本当に原作通りなのかなって疑問に思うんだけど、まあ、はい。プレイできるフィールドは地球だけじゃない。世界の隅々まで遊び尽くせ。これ宇宙もってことだよね。はい。ということですね。はい。で、システム。本作で体験できる様々な要素について紹介。で、このページが、まあ、ちょっと不思議なんですけど、はい。すべての行動が成長へとつながる戦闘力システム。悟空が体験した出会いや戦い、修行の日々を徹底的に楽しめるバトルや食事でステータスアップ。ということでね。で、さらにレベルアップ。人をくぐり抜けながら、経験値を貯めて成長しよう。ストーリーの進行で経験値を獲得することも、ということで。まあ、この辺 RPG っぽいですよね。いわゆるテーブルトーク的なね。ストーリーの進行でってことは、まあ、多分何かしら、キャラクターが成長するようなイベントがあるってことですよね。で、食事。戦うだけが悟空じゃない。料理を食べて強くなれ。まあ、この辺は最近のトレンドを受けてかな。はい。で、修行。修行を通じて新たな必殺技を習得せよ。ここはね、ちょっと不思議なんですよ。何が不思議かというと、このためにね、ここの画面の配置のせいで、こう、ここはスクロールしちゃうんですよね。どうでもいいんですけど、はい。で、まあ、これスマホとかの画面に多分こうやって出る。違うから、まあいいや。はい。探索、世界中に散らばっている Z オーブを集めよう。まあ、これ収集要素かな。うん。やり込み要素かな。で、コミュニティ、仲間とのコミュニティだけ、強くなる。メインストーリーやサブストーリーを進めて、各キャラクターのソウルエンブレムを手に入れよう。ソウルエンブレムをコミュニティボードに配置することで様々な効果を得ることができるぞ。ということで。特定のキャラクターの組み合わせでボーナスが発生することもということらしいです。ということでね、こうスペック情報に行くんですが、まあここにちゃんとプレイステーション4、Xbox 版がドラゴンボール Z カカロット。で、Nintendo Switch 版はドラゴンボール Z カカロットプラス新たなる覚醒セットってあるんですけど、この新たなる覚醒セットの部分についてね、内容をね、確認しておかなきゃいけないですよね。ということで、こちら、はい。これね、プレイステーション4と Xbox One だと追加エピソードセットってことでね、1000円で売られた商品。1000円プラス税ですね。これが新たなる覚醒の前編と後編なんですけども、前編後編からなる2編構成の追加エピソードが楽しめる DLC です。ゲーム本編をクリアしていなくてもプレイすることが可能ですってことなので、多分 Nintendo Switch 版に入ってるやつも同じような仕様になってるんじゃないかなと思います。で、追加エピソード、新たな覚醒前編。ビスとの修行やビルスとの戦いを通じて、悟空とベジータに新たな力を習得させよう。で、追加エピソード、新たなる覚醒後編。
トレーニングを経て新たな力を手にしたゴールデンフリーザが登場ということでね、まだ前編後編だから、まあ、一応まあまとめて、まあ、なんで分割したのかよくわかんない、容量のせいかなまあわかんないけど、別々に売ろうとしたのかな、まあわかんないけど、はい、とにかくそんな感じで、この追加シナリオ分が、プレステ4とかの比べるとパッケージで買ってお得な点ですね。で、これ一応スペック比較もちょっと見とく？はい。ということで、解像度とかね。まあ、スイッチの方がちょっとやっぱスペック的に色々劣る部分もあるけど、代わりにテーブルモードで遊べるよっていうね、ところですね。まあ、フレームレートは同じかな。で、オンライン対応は、まあ、一応、大体同じなのかな。あ、でも発売以降アップデートにて実装って書いてあるから、いきなりはどうなってるかわかんないですね、これは。で、有料 DLC が含まれてるのが今回のスイッチ版のメリット。で、エフェクトオブジェクト等は PS4 版から一部変更がありますということですね。はい。ということで、まあ、改造と比較、これはまあどうでもいいか。はい。ということで、あれ？ここか、はい、スペック情報ね。はい、任天堂スイッチで、通常版しかないよね。通常版という言い方がおかしいんだけど、通常版がこのドラゴンボール Z カカロットプラス新たなる覚醒セット。だから、プラス新たなる覚醒セットが付いてない、ドラゴンボール Z カカロットは任天堂スイッチでは発売されないので、ここはポイントですよね。これ後々このことを記憶してないと、後々ね、この通常版どこだってこうね、探す生活が始まってしまうのでね、ぜひね、皆さんはね、その辺はきちんと気をつけて、ください。ということで、まあ大体このぐらいでいいかな。はい。ということで、この動画が役に立った方はぜひグッドの評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。